なんとなく想像ついたから言っとくけど、倉橋のことは何とも思ってないからな。リコは魅力的ですものね。モテモテだし。モテモテ倉橋が。なんだよそのガセ。え、ガセなんかじゃ。あんな最悪女モテるもんか。好きだったくせに。何を言ってる。倉橋なんて無神経でバカ。好きになる要素ゼロだ。私の大切な友達は振られたからって逆恨みですか。熱想を元になじるな。君さ、いつもそうやって思い込みで人を振り回してんの。え、倉橋も裏で苦労してそうだな。友達ってのも思い込みじゃないといいけど。しまった、言い過ぎたか。ヤンさんって人の気持ちがよくわかる方ですのね。何を。私の気持ちを察した上でより傷つく言葉を選んだんでしょ。安心しました。そういう方だと分かりましたから、あなたの言葉は信じるに値しません。せっかく頭がよろしいのにそんな使い方はもったいないですわよ。休養を思い出したので失礼します。おい。